さんですね。じゃあよろしくお願いします。お、いきなりなんかすごいですね。わかりますかね、なんかギュンと上がる階段ですね。じゃあスタートしますね。ただいま11時半ぐらいですね。結構ここもなんか YouTuber さんいっぱい出してるんで、どっちかというとマイナー好きなコンセントってちょっと違うって言われるかもしれませんけど、ちょっとまずは階段っていうことでどういう風になるのかなというところから始めたいと思って、ちょっとお手頃感のあると言ったら怒られますけど、それでも400でそこそこ長いですね。で、今日はちょっとそこから先神社があって、その上に行くと、あの、まあ、皆さんご存知かもしれませんけど、富士山が見える石張山というのがあるそうなんで、まあ、そこまで行けたらなというふうに思ってます。カツラが乱れてますね。それしまうな。もうちょっと幅狭いというのが、1センチなんか結構幅広いですね。あ、一瞬が見えてる範囲の終わりかと思ったら、さらにその上がありましたね。また段がきつくなりましたね。ちょっとこれから階段シリーズって続けれるかなと思いながら、まずは試したんですけど、これやっぱり条件にもよりますね。はあ、ちょっと息が切れるので、さすがに今週でもちょっと中の人にも負担が大きいですね、これは。あれ、これ終わりでしょうかね。あ、と思ったら、ちょっとカメラには見えてないですけど、右側まだありましたね。結構人と調和しているというか、あの、車も多かったんで、やっぱこれ大人気なんでしょうね、ここね。で、ちょっと遅い時間のスタートなんで、まあでも、人がいっぱいいるということは、なんかマスク外せないです。あと、あの、これシリーズ化しようと思った時に、もうちょっとこう、先端ぐらいのところ、これから少し、探していこうと思ってるんですけど、ここで一つ取ったらちょっと厳しいですね。なんか不趣味がありそうなところです。不趣味が、あ、そんな感じですね。まず前が入りました。はい、あ、403段って書いてあるのかな。そうですね、ちょっと端数があったので15分ぐらいで登りましたね。こんな感じでした。はい。
で今日はマスクで階段シリーズ第1弾、石割さんの参道の階段でしたって言いたいところですけど、ここから登山道があって、まあ多分もう少し先かな、あると思います。少しこれから行ってみます。参道に入ってきました。今日はですね、ちょっと天気が曇り予報なんで、今のところちょっと分かりますかね、ちょっと映ってるかな、富士山がここですね、見えてますね。頂上まで行った時にちょっと見えるかどうかちょっと怪しいんですけど、ちょっとなんか髪バサバサですね。ちょっと鳴らします。山中湖がちらっと見えましたね。ここはあれですね、あのやっぱり基本神社ですかね、参道なんで比較的歩きやすいですね。あの特に登山靴がないと登れないとかっていうようなところではなさそうですね。富士山もうちょっと頑張って、サボアダムのようなものが、あ、今行ってきましたね。石割さんと書いてますけど、道間違いないですね。このダムの上、ちょっと今ちらっと見、なんか神社のお社みたいなのがありましたね。あそこが神社かもしれませんね。そうですね、到着のようですね。あ、ご神木ですね。なかなか大きなカツラ、ご神木と書いてます。はい、ご神木の横から少し上がります。左手方向に何か道がついているのがあれが登山道ですよね。多分この上が神社のだと思います。よいしょ。あ、そうですね。ありましたね。石割さんの由来だと思いますけど。大きな石がありますね。3回回るとなんかいいことがあるって書いてますね。で回ってみます。通れるかしら。お、狭。入り口が狭かったですね。1回目通りました、2回目です。今度は向かいます。はい、2回目通りました。この割れ目に行くのには結構すいません、垂らしていただきます。この結構ギュンと登るんですよね。じゃあ3回目行きます。じゃあ3回目行きます。はい、よいしょよいしょ。こんな感じですね。よいしょ。はい、通りました。何かいいことあるといいですね。
よいしょ。ございます。はい、ではここから、ですね、今12時5分ですね。山頂の方を目指したいと思いますね。ここまでですから、階段終わったから20分ぐらいで来れたんですかね。では行きます。石割神社まで往復される方は多分問題ないですけど、ちょっと本当にここからその上ってすごく滑るし、なんていうんでしょう、急峻になりましたね。なのでその上から行く方はちゃんとした靴の方がいいですね。まあ、スニーカーでも大丈夫だと思うんですけど、滑らない靴がいいですね。こんな感じですね。はあ、ちょっと頂の上の方が怪しくなってましたね。大きな石が左になりました。今20分ほど登ってますけど、ずっとこんな道ですね。ただいま12時10分ですね。なんとなくそこがゴールのような気がするんですけど、どうでしょう。あ、なんか立て看板がありましたね。あ、ゴールですね。はい、着きました。見ましたね。大体そうですね、11時過ぎからスタートしたので7時間15分ですね。石割さん着きました。看板ございますね。クテウバシャオタイプっていうのは、神社のある方ですね。はい、富士山が見えますね。なんとか頑張ってくれましたね。曇って全然見えないかと思ってましたが、ご利益でありましたね。ありがとうございます。でこっち、そうですね、山中湖が見えますね。まあ、この辺は多分いろいろと皆さん発行されている方が多いので、まあ、ある程度有名な景色になりますね。南アルプスの方なんですけどね、ちょっと木がでも今から少し見えてますね。それでは出発したいと思いますね。ただいま12時35分ぐらいですかね。下っていきます。ちょっと下りどうなんでしょうね。ちょっと滑るという感じで、どれか取れるか分かりませんけど、ちょっとなんか危なそうな感じですね。気をつけていきましょう。ちょっと撮影のためにサングラス撮ってますけど、結構鋭い枝がですね、いっぱい出てますね。なので、背の高い人気をつけないと、顔に枝が当たる可能性があるので、メガネはしといた方がいいかもしれませんね。というかサングラスとかあればですね。よいしょ、かなり滑りそうですよ。本当に
ぱりあの石割山1417メートルで平和山が1300メートルって書いてたんですけど、100メーター以上下ってる気がするんですけどね。まあ、皆さんお気づきだと思いますが、今週はですね、あの日重視なので、ちょっとあのでビデオがどうしてもですね、撮ったものが長くなっちゃうごとに最後まで見ていただく人少ないんであれなんですけど、まあ、疲れちゃいますね、飽きちゃってなんですけど、その途中はですね、ちょっと皆さんにどんなこんなような感じかっていうのを知ってもらえると嬉しいですね。しばらくこう笹がある分け入っていくような水平な道が続いています。まあ、トレランの方で YouTuber とかだった時、こういうシーンもっと速いスピードなんでしょうけどね、あのありますけど、ちょっと目が回るようだったらごめんなさいね。あ、まだ富士山がお顔を出してくれてます。ありがたいですね。なかなかこう見えますね。富士山も見えます。なんかカンパ見てみましょう。なんか左に道がありますね。これ多分あの駐車場というか、あの神社の入り口のところを引っ張ったんですね、窓道じゃないかなと思います。平尾山がまっすぐ、多分そうですね、きっと。ちょっと平尾山まで行きますので、このまま行きます。ちょっと開けてきましたね。ここは平尾山でしょうかね。まっすぐ12時55分ですね。富士山こっちありました。はい、広尾山に到着しました。ただいま12時55分ちょっと回ったところですね。いいところですね。山中湖は一望できます。湖に船が動いてますね。ちょっとアップでいきます。どこまで越えるか。白鳥さんの形してましたね。なんかアヒルなのかな、それともなわけないですね。それでは今1時10分ですね。ちょっとしばらく休憩しましたんで戻りたいと思います。平尾山出発します。今回は大平山まではちょっと申し訳ないですね。富士山がこっち、ここっとっとっと見えてますかね。先ほどの分岐に行きましたね。今度は右に行きますね。結構平尾山からずっと階段が登山道ですね。この階段シリーズになるのに入るんでしょうかね。ちょっと段数数えてなかったですね。石割山ですよね、多分。
と待ってくださいね。これ落ちちゃってますけど、確かここ分岐道だったと思いますね。あの地図で調べたら、多分こっち行く方が多分メジャーな道なんでしょうね。再び階段の道ですね。この上が先ほどの分岐になります。多分こっちの方が駐車場というか、あの入り口の階段のあるとこ、あの参道ですね、あそこの近道だと思います。ただ急だと思いますね。もうすぐだと思うんですけど、杉林というか杉の森の中ですね、植林されてるのかなという感じの道になってます。ちょうど今1時半です。せせらぎというかちょっと凍ってますね。川が見えてきましたね。今そこのところを撮りましたね。今この上ずーっと人工の人があります。凍ってますね。これ朝晩氷点下ですからね。はい、今回皆さん最後までご視聴どうもありがとうございます。まあ、数少ない方々だと思いますけども、非常に貴重な皆さんありがとうございますね。これでもうすぐゴールなんですので、今回、マスクで階段道とブレッドをつけましたの、まあ、最初ということで約403段の石割山の山道と、あとそれからもう正直登山をおまけか富士山を見ていただきたかったんで、そのおまけの登山道と、石割山と日田尾山あの登山道ですねということでした。また皆さんお暇があってよろしかったら見てあげてください。それではさよなら、さよなら。はい、10時40分ですね。戻ってきました。本当の最後の最後です。